ちは、ペンテクの田中です。今日は裏口のドアノブね、結構傷んでしまったドアノブ、そんなのをちょっと塗装で直らないかやってみたいと思います。ここのとこですね、ドアノブ結構ザラザラに傷んできてしまってますね。はい、これが塗装で直らないかちょっとやってみたいと思います。はい、4時終わりましたんで、次ね、だいたいペーパーでいくと200番から300番ぐらいのちょっと細かめのペーパーで表面のザラつきをしていきます。あとマスキングテープもこちらからとかこちらからでするので、スプレーでちょっと多めにスプレーした方が飛散が少なくていいかと思います。じゃあこれから吹き付けしていきます。使うのはね、このリクシルのスプレー。乾いてきたんでもう一回ね塗っていきます。このリクシルのスプレーなんかはネットとかでだいたい1本5000円ぐらいで買えると思います。まあ、吹き付けのポイントとしてはね、なるべく厚付けしずに薄くね、2回3回と分けて塗っていくと綺麗に仕上がっていきます。さあもう一回3回目してきます。はい、これで余剰めくったところですね。いかがでしょうか。まあまあのクオリティではないでしょうか。ちょっとね、表面見るとやっぱ削れてるところがちょっと出てますけど、はい、こんな感じで吹き付けで仕上がりました。